ライトフライヤー号はアメリカのライト兄弟が開発した飛行機、またの名をフライヤー・アイ、または1903フライヤーと呼ばれる。一般に世界で初めて飛行に成功した航空機とされることが多いが、これより以前にも気球やグライダーなどの意図的な有人飛行、1852年のアンリ・ジファールによる飛行船などの動力飛行の前例は存在する。 スミソニアン協会は展示しているライトフライヤー号を最初の動力付きでパイロットが登場して継続的に飛行し機体を操縦することに成功した空気より重い空飛ぶ機械と説明している。また国際航空連盟は初飛行から100周年となった2003年に最初の継続的に操縦を行った空気より重い機体での動力飛行と述べている。 主翼は副用でライト兄弟自製のガソリンエンジン1機を動力に直径2.6メートルの2羽根プロペラ2つを推進式に配置しローラーチェーンによって駆動した。プロペラのトルクを打ち消すために2つのプロペラは相互逆回転で駆動された。低出力を補うため離陸には加速を補助するカタパルトの設置と滑走用のレールを敷く必要があり。 完全な自力での発進はできない。着陸にはソリを用いる。ライトフライヤー号は単純に扶養するだけでなく、製作当時から操縦系をすでに備えていたことでも画期的な飛行機だった。機体前方に昇降だ機体後部に方向だを備え、ワイヤーにより動力を制御できた。エルロンとして主翼をたわませている。パイロットは機体へ腹ばいに登場し、 主翼のたわみは腰を左右に動かすことで操作する。操縦応答性を最優先に設計したため、安定性が犠牲になっており、コンピューターシミュレーションでは姿勢が安定しないという欠点があるが、ライト兄弟はグライダーにより操縦訓練を重ねた。ため技量により安定させることが可能となった。ライト兄弟は当時の飛行に関する多数の文献を読んでいたと思われ、 自転車よりも操縦が困難であることは認識していた。1000回以上飛行した夫をリリエンタールの総飛行時間はおよそ5時間であると認識しており、ウィルバーはわずか5時間の飛行では操縦を習得できないと認識した。それまではリリエンタールの滑空機のように重心の移動で操縦しようとしていたが、1899年夏にウィルバーは小さな厚紙の箱で遊んでいる間に、 ロール制御のための実用的な方法として、たわみ翼のアイデアを考案した。ウィルバーは1899年の8月に、副用のタコでたわみ、翼の実験を実施した。1901年11月末から12月初頭までの、期間に38種類の翼型を、揚力の発生しない迎えかく0度から45度まで43の条件で、風洞実験を実施して、 飛行に適した翼型を開発した。これらの試験データが主翼とプロペラの設計の基礎になった。1902年10月に新しい翼型を備えた滑空機での実験結果に手応えをつかんだ兄弟たちは動力飛行へ向けて1902年12月に10者に出力8から9割機で重量が180ポンド未満のエンジンの製作を打診したが、 兄弟の出した条件を満たす会社はなかったので1903年2月に自分たちでエンジンを製作した。1903年12月17日にノースカロライナ州キティホーク南約 6.4km のキルデビルヒルズ付近にて初飛行に成功した。計4回の飛行を行い4回目の飛行では59秒間で 260m の飛行をしたが、 その際着陸に失敗し前方の昇降舵が壊れ、その後停止中の機体が強風で点灯して大きく損傷した。スミソニアン協会によって提供された資料をもとに、アメリカ航空宇宙学会のロサンゼルス支部のボランティアたちによって、ライトフライヤー号の複製機が製作された。1999年3月に実物大の複製機が NASA のエイムズ研究センターの風洞で、 歴史的な飛行のデータを収集する目的で実験された。2週間の間に技術者たちは複製機の安定性、飛行特性を調査した。複製機は数分違わぬものだったが、風道内に設置するために実機よりも幾分強化された。ありがとうございます。